若いからね。10も違うからね。若いからね。10歳も違うからね。はい、今こうなの。ああ、今ね。うん、そう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 。研修にならないよ。まあ、そう。うん、なるほど。普通はこういうやったね。年間何日だ。こう立っちゃう。立つ。うん。こう、これを早く弾きする。はいはいはい。今こう。これは汚いでしょ。どうガポガポもこれ柔らかいね。ああ、そうやね。どこどこがこう生活であるもんね。高田県の先生とか給料、うん、今まで1軒だったのが2軒食べてから感じ大変だよね。それよ、この方がいい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 、先生がここを押さえてやれっていう。ああ、なるほど。美味しいね。あったりかましてやるし、ちょっとやるね。ムカデみたいに動かやりたから。その土地に住んでやれば、ね、習い始めの時に見たもので、こちらの息を使ってるわけね。親指より、こっち、うん。にしてやるんですよ。まあ、そういうのは普通だね。取れ物の息を使った方がいいわけ。じゃあ、その、弾いてるときにもちろんそれはまあ完成してみたら別やけど、練習の段階では、うん、あの一個ずつ丁寧に、うん、これだよね。ただこうならんようにチンパ引かないように、全部が同じながらだもんね。そうそうそう、感覚が。あの、あれや、フラメンコのあのラスギアと同じだね。続けてタン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 、こんだけ弾いたらまたタラ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 んでわかんないね。タン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 、連続はね。連続、それと同じ意味ね、意味は。そういうことだね。どれもをうまく弾こうと思ったら、そう、そのゆっくりしたやつで、それが速くならんね。ゆっくりがきちっと弾けば速く速するだけだね。別になりますよ。そういうの綺麗になら、2年でやらんのね。あ、やりますよ。今のは村地香織のやり方。そう、今のは村地香織のやり方。それが正式な、あれでしょ、楽譜通りだと。プロの人はな、自分で勝手な弾き方するもんで。そう。ね、変なとこ何かしても出るんだよ。見とった。潰してもいいけど、一応しよう。塩分、まあ、味も塩分、そういうのにならんの。よくないでしょ、暗いところで。まあ、これ塩分の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 塩分
うん、そう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 。ほんでね、池田博士がね、おいどうしたらいいんだって言ったらね、親指を先を向くように。あーそう、あのね、大西先生はね、うん、この一個ずつ、そうそう、一つずつ入れるね、うんうん、これとこれだけ、みんなが一緒のことや、うん、あの、言ったらだけど、こっちもやり方わからへんで、あれやって言ってもらえると親指をね、的確に覚えよう。だけど、薬の関係で覚えても親指かすくなる。放送ね、できんだわ、惰性で弾いとったらええよ。でね、この指で弾く人もいるね、その一つを。で、これで弾いたり、今これやね。ね、うん。で、これで改めて弾かされると、危険者なんだが、あ、そう。惰性で弾いとるで。ああ、指が覚えちゃっとるで。はいはい。これはね。これを。その方が楽なはずやのに、うん、本当にこれで覚えなかったやっぱり親指の位置を、そう、それをね、池田が極端で言ったね、こっちはついてくるやつやで、親指フラフラしとる、そんでも意味ね、本当かね、うん、あらフラメンコしかやりきれるし、うん、本当そうで、弾いてくれたら弾けるね、うん、あるんけど、今どうしたのか知らんけど、今度アメリカで捕まっとるという話で、これは弾けるのにどれぐらい弾けるわけねえ。ああ。そうそうそう。西側早い方がいい。山田先生はやっぱ同じこと言うね。子供の場合は。全部この場合はあるあるやね、あの親やりね、うん、全部、うん、これの師匠はね、これをね、はい、これをね、こいつはこれ押さえっぱなしにする、うん、俺キュッ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 キュこれ遅いパンか。あ、先生は、うん、少しは早く弾ける、ね、早くそうやってやるのはね、こういう弾き方するわね、これ自分では弾きになるよ。あ、その中に入ってさ、三脚立ててさ、渓流の写真を撮ってさ、ただもう最近少し怖くなったのさ、一人でこれでやるこれでやるじゃない、そのまま行っちゃったらそれで、でも雪がやっぱ行かなしい、これ交互でやれちゃう、うん、途中から2つになるよ、うん、なるね、それはそれから親指も2つになるでしょ、親指もなるでしょ、2つ、うん、2つ一緒にね、もう学校で一個一個やったけどね、あ、うん、そうそうそう、ゆっくりになってから、これ好きながら、今のところゆっくりな、あ、ゆっくりのところね、うん、うん、あ、綺麗な音が出るね、あ、頭を、うん、この場所ね、あのね、映画でもね、近所の中にね、
気に入られたんですね。あの曲そのものの、あの曲、あのルビーラが作曲したやつよね、あれは。もともとは作者が見えてたんだけど、だけどあのアントニオ・ルビーラという人が作ったものを、18世紀に作ったものをイエペスが弾いて有名にしただけで、テレビの中でね。ほんで俺が作った言うけど、あれは嘘やでね、うん、あれは違う、門前からあるでね、300年前から。ここはイエペス来たのに、自分に行ったね。ああ、だからあの中でね、あの映画の中で弾いてるね、2つ。